オートレース小島の G3 オールレディース第35回瀬戸の女王決定戦、一日を通しまして安定馬を使用しての戦いとなったシリーズ4日目の睡眠場もいよいよ予選の最終競争を迎えました。第12レースは記者選抜戦です。1号艇には森谷美穂、2号艇には樋口ゆかり、3号艇には伊能夏樹、4号艇には寺田知恵、5号艇には山口真希子、6号艇後藤美久、以上6選手が対戦いたします。最終レースも枠番通りの並びということになりました。6選手全員が前半カードで船家に貢献です。このカード1号艇森谷、そして2号艇樋口、予選トップ通過をかけての直接対決となりましたが、人気の中心は白の枠番です。1号艇の森谷、2コース今日4日目連勝狙う2号艇の樋口です。センター3コース3号艇の伊能、4コース下げてシンペラン2走目となる4号艇寺田、5コース5号艇の山口で最アウト6号艇の後藤です。進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なりです。第12レースは記者選抜戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。1コース2コースコースアウト、1号艇森谷、2号艇の樋口、角から4号艇寺田、逃げる1号艇森谷、2号艇樋口、刺す攻め手は3号艇の伊能で、切り込んでくるは4号艇寺田、5号艇の後艇向こう正面です。すんなり通し切ったセットを1号艇の森谷美穂、2番手の4号艇2号艇3号艇、去って接戦は2コースしまったら2号艇の樋口、最中から6号艇の後藤も押し上げて一緒にマークの世界スタートは正常。2番手4号艇の後艇流れ込む、2号艇樋口ぶん回す、アウトコースからズバッとくる3号艇後艇後方で攻めからホームに移る。先頭は1号艇森谷の後方、2番手は2号艇樋口が抜けて、注目は3番手、今度は5号艇6号艇4号艇、最後方交代3号艇の伊能、レースは西目の1コーナー、注目は3番手森君では3号艇伊能接近中、握って5号艇の山口と6号艇後藤、展開ちょっと行き場を失ったのは4号艇寺田で最後方に交代です。3番手どうだ、今度は5号艇6号艇の接戦模様、インコース6号艇の後藤、アドコース5号艇の山口で、レースは2周目は黒攻防戦です。まだまだフォーカスは3番手、内川小丸6号艇の後藤差し返す、5号艇山口ホームに移ります。5号艇6号艇の3番手の際はなんとかさばいて一定身取り返す、5号艇山口追走6号艇後藤、その後方水がいて3号艇井戸4号艇寺田並走、レースは残り1周、まだまだ注目は3番手5号艇牽制してまる山口、6号艇後藤差しに回って向こう止めに折り返すも、3番手先取りから5号艇山口が後方から押し切ようと6号艇後藤でありますが、この辺りリードは2停止3停止、3番手5号艇の山口、上段系は1振った5、ラストコーナーの世界0台後半から押し切った、セットを1号艇森谷、2番手が2号艇樋口、3番手のセグメント5号艇山口、開いて切り込んで6号艇後藤ホームに移るも、3番手5号艇の山口、上段系は1振った5、セットを1番森谷ゴール、2着3番の樋口、3着5番の山口ゴール、6番後藤ゴール、3番井のラストは4番寺田ゴール、なお3連単1振った513.5倍です。以上、小島第12レースでした。